当たってないんじゃないの、真っ白、白くなってんじゃないの。草取りもしない、草取りもしない、快適に2時間やまるけど。あ、そうなんだ、うん、それは徐々に肩が治ってきたから、うんうん、こんばんは、こんにちは。忙しいからね。あとは明日もね、ちょっと暇だから断られたんだけど、なんか、そこらの運転の人生が 100% でしょ。でも、5年になったらね、なんか70歳から80歳になったわけですよ。あは。だから、ちょっと、車はいいけども、宮城金曜デモにお集まりの皆さん、今日もありがとうございます、集会開始までもうしばらくお待ちください、前の方に、プラカードとか光り物、鳴り物ございますので、どうぞ ご活用ください。今日は原発のお洋服は秋着るんですか、今から。いらないよっていう人は、いらないよっていう人は、水はしません。
っけ、佐々木さん。いいの持ってた？いいですか、うん、はい、代表なんだから。私今日ペンをお預かりしておきます。あのほらこういうね、あのほらテント前でさ、こういうあの経産省の役人がね、近くでね、あのカメラ持ってね、映してね、嫌がらせしたりとかすることがあった、はい、でこれお預かりします、はい。ちょっと出ても今日大金だし、あの今日の感覚も含めて入れて、洋服がないから落ち着かないじゃないですか。ちょっとデモっぽくないです皆さん、そろそろ始めます。こんばんは。はい。今週もやってまいりました。金曜デモです。おかげさまでというか、本当に金曜デモは、天気に恵まれてますよね。今日も予報では雨降るかもという感じだったんですけども、なんとか持ってくれそうです。どなたが晴れ男、女なのでしょうか。はい。今日ちょっと私、昼間、小出弘明さんのですね、講演をちょっと聞いてまして、本当にとんでもない汚染地域に人が住んで大変なことに未だになってしまったのだということを改めてちょっと認識しましたけども、時間が経つとそんなことにも慣れてしまうのが本当に恐ろしいです。
小出さんの研究室の方がずっと線量が低いというですね、こういう現実、放射線管理区域に人が何十万って住み続けているというですね、この現実に本当に、改めて怒りを感じております。さあ、それではまず今日は代表の西さんの方から一言お願いしましょう。はい、お願いします。皆さん今日もお運びいただきましてありがとうございます。どこかの新聞に、人が減って焦っていると書かれて焦っている金曜デモ代表の西です。昨日までは、どこかの大臣さんのお家の、夫婦間のご意見の一致してないというお話をしようと思ってたんですが、昨日ニュースを聞いてたら、とんでもない話が出てきたんで今日はそちらをやりたいと思います。皆さんもご存知の通り復興庁という震災から地域をとにかく復興させるために立ち上がった役所ですけれども、そこの、偉いさんがツイッターで散々なことを言ってたというニュースが、流れましたね。毎日新聞に載って、私は NHK のラジオで聞いたんですが、その他もう今日は大変な騒ぎになってます。どういうことを言ったかっていうと、あれなんですが、クソの左翼がどうこうとかですね、知性が足りないとかそういう散々なことを言ったと。であと、問題を先送りすることが一つの、解決策だみたいなこともつぶやいたというふうに、書いてありました。本当に情けないことですね。さっきも言いましたけれども、復興庁というのは、被災したところ、そして、福島の原子力災害で大変なことになっている人たちの暮らしをなるべく早く元に戻しましょうという意味で、設立された役所なんですが、そこの幹部の人たちが被災者をある意味見下したりで、自分たちが提案したものに、うんと言わない人たちをクソの左翼というふうに決めつけて罵倒したり、これで復興できるわけないじゃないですかと聞いてて思いましたね。子ども被災者生活支援法という1年も前にできていながら未だに動いていない法律についてつぶやいたという話のようなんですけれども、被災した側の立場に立ってみたことがありますか。水野さんという幹部のようなんですが、水野さんと伺いたいですね。で今回、そういうことで多分しばらく職を解かれるということになるんじゃないかなと私勝手に思ってますけれども、水野さん、福島に来ましょうよ。福島に家族連れてきて実際に半年ぐらい住んでみて、それでどういうことになっているのかっていうのを実感していただこうじゃありませんかと私は本当に思いました。まず実態を見てくださいと。被災者がどれだけ偉いことになっているのか、自殺した方もある、農業畜産ができなくなった、大変に力を入れていた、それがもう一瞬にしておじゃんになって命を絶ってしまった人もいる。そして多くの人たちがもう、はい、早く出てけ早く出てけっていうんで避難して、それからもう2年以上自分の家に帰れない、そういう人たちがいっぱいいる、その実態を見てくださいと、もう強く言いたいと思います。そしてさっきこだわりますけれども、クソの左翼という非常に高級役人らしくない言葉を使ったというふうに言われています。そしてその左翼という言葉からすればですね、安倍総理もなんだか八高前で演説をしたときに左翼の人たちがうるさかったけれどもうんぬんというような話をしたら、実はそれ左翼じゃなくて TPP に反対ですよっていうプラカードを持ってきた自民党の人だった、そういう話があるようなんですね。だからもう左か右かっていうようなそういう分け方やめましょうよ。もう被災してる人たちが大変な目に遭っている、国がもう割れるような議論が起こっている、もう今までの左右っていうそういう単純な二分法じゃなくて、これからどうするかじっくり意見出して、自分政治家の意見で決めるんじゃなくて議論して、実態を見て議論して、それで考えましょうよ、決めましょうよということを復興庁のお役人さんや政治家に言いたいと思います。私たちは何と言われようとも原発をやめさせるまでは諦めないつもりで頑張ります。今日もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
自殺した方が数が93人ってこの間私ニュースで聞きましたけども、すごい数いるんですね。すでに、福島宮城だけで20とか30とかって言ってましたけども、本当にたくさんの人が命を失われてしまいました。さあ、じゃあ今日もこれだけは言いたいですね、発言あったらぜひお話しいただきたいと思います。どなたでも結構です。どうですか、何か催し物でもいいし、ありましたらどうぞお願いします。ちなみに今日初めて参加した方、今日はいらっしゃいますでしょうか。ちょっと手を挙げてみてください。初めての方、ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと何かこちらで何でもよろしいですか、一言お願いします。出てこないとき私こっち行くんですけども、ぜひちょっとだけでもお願いします。はい、いつもお世話になってる方ですよね。交流会、ね、の時にいつもお世話になっております。私たちの修道会の中でもこの原発反対っていう、考えはありまして、お勉強したりとか声は出してるんですけれども、なかなかこういうところに来て参加することができないっていうことで、今日は私が皆さんと一緒に参加させていただきたいと思ってまいりました。そして、修道院の中では今今日は金曜日、金曜日はこの時間ちょうどお祈りをしている時間です。だから皆さんのために、祈りますっていうことでした。皆さん頑張りましょう。はい、ありがとうございます。大変心というですね、今本当に昨日フェイスブックで日本山妙法寺の全国ずっと歩き続けてる、更新してる方たちのね写真が載ってましたけども、本当に、素晴らしいですよね。宗教者たちも皆さん頑張っておられます。どんどんこういうところにも出てきてほしいと思っております。さあ、他にもいかがでしょうか。そちらのちょっと素敵な帽子をかぶった女性の方、いかがですか。藁の帽子をかぶって、はい、ちょっと隠れてます。あなたです。はい、はい、よかったらちょっと一言覚えてください。今日何回目ですか。何回目、今日で数えないくらい。10回、6回、7回。あ、素晴らしい出席でございますね。ここで喋るので私たち行きますので、じゃあ何でもいいですから。今日新聞を読んでいたら、安倍内閣が今アベノミクスとか成長戦略とか言ってますけれども、なんだか2020年には、発電所だとか鉄道などのインフラ整備を30兆円産業にしようと考えているようなんです。それでそのうち、そのうち9兆円は海外で、の投資に投資で儲けようという戦略だそうです。でそのうちの2兆円は原子力発電所の輸出で、やろうと、それを2020年に計画しているという報道が今日されていました。ですから今2013年ですから、7年経っても世界で原発を輸出をして、どんどん日本はそれで儲けていこう、財界に儲けさせようというのが安倍内閣の考え方だということがもうはっきりとしていると思います。ですから本当にそういうことをやめさせるためにも、もっともっとお声を大きくしていかなきゃならないし、頑張っていかなきゃならないなって今日新聞読みながら、
僕思いました。それで最近街頭で喋ることが多いんですけど、ちょっと挑戦していることがあるので、なかなかまだ受けてないんですけれども、ご協力いただければと思います。で、私が3つぐらいやりますけど、原発なくそういつやるのって言いますから、そしたら皆さん今でしょというふうに返してください。3つぐらいやります。で、これ街頭でやってるんですけど、通行人の方誰も反応してくれなくて、まだなかなか苦しんでるんですけど、ぜひよろしくお願いします。大きな声でお願いします。原発なくそういつやるの。おなかは原発廃炉にしよう、いつやるの。大井原発やっと、大井原発止めさせよう、いつやるの。ありがとうございました。最後ちょっと言葉がおかしかったね。よろしくお願いします。なんか定着させた。あ、でもそうですね、今やらなくてどうするんだ。いや、でも本当に皆さんね、株がどうのこうのってやってますけどね、まずこの被災者たちどうするんですか、うちがない人たちどうするんですか、何にも進んでないっていうかですね、本当に、やることがもうね、とんでもないでございます。さあ、それでは久しぶりに来た、この、久しぶりではないですね、遠いところからやらせてもらいます、熊谷さんです。あ、どうぞ何か、はい、ぜひお願いします。はい、いやいやいや、あ、久しぶりの参加の熊谷です。2時半に家を出てっていうか、仕事場を出て、やっとこさつきました。で、ですね、私の今住んでいる丸森の高野地区にも、計測器が入ったんですけども、ちょっと検出限界値が高すぎるので、私はちょっと今からその辺のことを心配してるんですが、ただ計測器が地域に入ったっていうことで、今まで町まで行って測ってたのが、まあ、すぐ近くの、町づくりセンターっていうところで測れるようになったので、みんなはまた意識が新たに変わるんじゃないかとは思っています。ただ私の住んでるところは、まあ、臨場感あふれるところなので、結構住民の人たちは日常的に、まあ、放射能だとか被害だとか、対策をする、まあ、健康の対策をする、あとは補償を請求するっていうのが非常に日常的に行われてるんですけども、ただね、周りがちょっとバックアップが少ないような気が私はするんですね。例えば仙台市が女川原発の、株主、筆頭株主ですよね。そうしたっけ、県も結構持ってるんですよね、株券ね。そういうところが全然むんともすんともないのね。みんな一株だの二株だの持ってる人たちが一生懸命、あ、これ小さに怒られるからだけど、一生懸命やってるのに、なんか役所だとかってどこ見てるんですかね。私はちょっとその辺が今回の原発事故で変えていかなきゃないというか、非常に困難な道を私は歩んでるんですけども、役場の人にもう計測したり放射能が飲んだの原発塗ってると出ていけって何度も言われましたけども、まだ居座ってるので、地道に、給食はどうやって測ってるんだの、地域を測れだの、計測器をもっと下げて健康被害を少なくするように、まあ、予防原則でね、立ってやるようにとかやってるんですけども、私は皆さんにお願いするのは、今私の地域だけがそういう臨場感あふれるところじゃなくって、福島はもっとひどい。なぜかっていうと声も上げられない状態になっている。で、その周りにいる例えば仙台だとかの人たちだって、もっと声を上げてほしいんです。例えば、前はゴミ問題をやってたんですけども、自分の出したゴミをどこで燃やしているのか、どうやって分類しているのか、どうやるのかっていうのを何十年もやってきて、まあ今は皆さんの協力もあってかなり分類が進んでいる。分ける君だろう何だろうって仙台市も動いてきたでやってるんですけども、それは
みんなが一生懸命やってきたので今それがなってるんですね。仙台市が率先して動いたわけじゃないんです、ね、で今回のがれき処理の時も仙台市はまあ一応、対応するのに4基焼却場を作りましたよね。でそこで燃やすのは問題があるんですけども、まあ、地元でやるっていうことで、まあ、ちょっとぐらいは評価してるんですけども、今は東北全部に散らばってしまった放射性物質をまた普通の焼却場で、まあ、ちょっと改良するんですけど燃やそうっていう計画があるんですね。それは自分たちのゴミと放射性物質を混ぜて燃やすと焼却灰のベクレル数が減る。で一応ダイオキシン問題の時にバグフィルターはダイオキシンだとか有害物質を 99.9% 外に出さないっていうことで規制があるんですけども、実際にはダダ漏れしてます。あれなんていうのかな、いろいろ調べるともういろいろダイオキシンだろうがなんだろうがいっぱいもう飛び散ってるんですね。それに今度放射性物質がまた加わってるわけですよ、ね、そういった時に自分の出したゴミ、自分の使っているものもやっぱり一つは検討しなきゃない。そして自分の使ってる電気も検討しなきゃない。そしたら何をしなきゃないかっていうのがおのずと見えてくると私は思って、ちょっとその辺は期待してるんですけども、だから自分の生活を見直すっていうのが今一つで、そして自分がやっていること、自分が食べているもの、自分が使っているものがどこから来てどこにどういうふうに処理されるのかっていう一つの工程を自分で把握することでいろんなことが変わっていくんじゃないかと思ってるので、ぜひ皆さん一人一人近所の人に声をかける、役場に役場です、市役所に声をかける、県に声をかける、国に声を出す、意見を言うっていうのをぜひ皆さんで一緒にやっていきましょう。以上です。ありがとうございます。仙台市が、500万株でしたっけね。私ね、市役所にも電話したんですけども、なんか株主総会にね、去年は反対したとか、仙台その辺の事情、多分ね、お願いします。はい、皆さんどうもこんばんは。仙台の市会議員をしております、菅野直子と言います。今、今日から議会も代表質疑が始まりました。それで私日本共産党の議員なんですけれども、月曜日に私たちの会や、代表質疑に立つことにしています。でこの中で原発、女川原発を廃炉にということを、まあ、国に対して国県に対して強く求めなさいということを奥山市長に、まあ、強く求めたいと思っているんですけれども、これ繰り返しね、議会で実はやってるんですけれども、残念ながら奥山市長は、これまでは、市民の安全安心ももちろんなんですけれども、社会活動とか経済活動とか、いろんなことを、まあ、総合的に勘案して、まあ、国が判断することなので、